皆さんこんにちは、しおりみちゃんのよしほです。はい、というわけで今回はね、今回は私の部屋の模様替えかな、模様替え。でもね、ただ机を作って向きを変えるだけなんですけど、でもなんか雰囲気変わりそうだよね。だよね、このね、机をこうはい、はい、だね、はい、大丈夫かな。まあ、とりあえずちょっとねやってみたいと思います。はい、はい、楽しみだね。ね、完成。失敗しました。なんかすごい狭くなってた。でもね、どう見ても狭いし。なんかこれ買ってきたけど使わなかった。使わなかった。じゃあこっちが勉強。私がね、思っちゃうんです。全くなんか違うものができた。違うものできちゃった。これが本当は机だけを変える予定だったんだよ、本当は、うん、なんということでしょう。なんということでしょう。ここはあれじゃない、良くない、ここはいいよね。趣味の部屋、テレビ趣味なの、漫画は確かに趣味だけど、何それ、あ、これ拾わない。なんで出したの。だってここにさ、だって飾られてなかった。本当はこう飾ってあったの、こうやってかっちゃんとお茶子だけじゃなくてさ、メ、うん、ルカリで探したのにないしさ、ネットで検索してもないしさ、うん、手に入らないかもしれない。急にほら、かっちゃんとお茶子が入る予定だったの、あそこの2つ、うん、なかった、出なかった、ガチャガチャ。しんちゃん、バスロマンがあるよ。飾ってるよ、ちゃんとバスローマン。ほらなんかあんまり匂わない。あ、これこれバスローマン粉。なんかいろいろ大失敗しちゃったね。だよね、ちょっと元に戻そっか。はい、でも今日は疲れちゃったからね、今日はもういいや、明日直そう。うん、で私のようになりたくない人は皆さん、ちゃんと計画を立てて模様替えをしてください。うちも本当にやばいよね。さっきは計画したのあったよね。あ、だめっちゃ薄いよ。やっぱなんかよくわかんない。
え、なんで。あ、じゃあこれはこっちは、ほら、こっち。これよくわかるっしょ。え、よくわかんない。もしかしてよくわかんないの。これ何、バナナ。違う、違う。ねえ、違う。これテレビやったら扉開かないじゃん。あ、そっか。ちゃんちゃんだよ、ちゃんちゃん。はい、ちゃんちゃんです。